大田川、大田川は、広島県を流れる一級河川大田川水系の本流。中流域は、環境省の名水百選に選定されている。もともと上流域では、現在の秋太田町の一帯が、大田号と呼ばれていたことから大田川と呼ばれていたのに、対し、下流域では、佐藤軍、1664年に、沼田軍に改称のながら、助東川と呼ばれていた。 その後、近世になって、次第に、助東川の名が消え大田川の名に統一されて、行ったという。大田号の大田の名は、秋国際大の中世平野が広がっていたことで、大きな田が作られていたことからだと言われている。広島県廿日市市の冠山を源流とし、芝木川、辻川、滝山川、水内川等を合流。壁付近では、大文字川、三崎川、 根谷川が合流する。高瀬関下流で、旧流路であった古川を分流、合流して、広島市に至る。大半の支流は、川口、広島デルタから見てきたから北西に源を持つが、三崎川は、北東から流れ込んでいる。市内で大田川放水路と、旧大田川に分流。その後旧大田川はさらに、天馬川、京橋川、元安川、沿港川に分流。 広島デルタを形成し、瀬戸内海に注ぐ。上流部は、急瞬の地形であり、水力発電所が多い。滝山川、柴木川上流は渓谷を形成し、三段橋、滝山橋等があり、西中国山地国定公園に指定されている。中流部、秋大田町付近は、蛇行部が多く、壁付近で流路を東から南へ変える。下流部は、 中国地方最大の都市である、広島市を抱え、流域内の人口は中国地方の河川では、最も多い。大高和水系は、広島県の西部を流域としており、2日市市の北部、山形郡秋太田町、北広島町に本流及び、支流の源があり、賭けから壁にかけて合流し、広島市へと流れている。いわゆる広島都市圏。 県西部に相当する地域である。広島県の他の地域である、美北県域、県北東部は、河野川水域であり、貧後県域、県東部は、沼田川、足田川、高橋川水系である。大田川の下流域は日本でも、有数の三角州地帯を形成しており、上流から流下してきた土砂が堆積し、広島平野を形成していった。中世秋太田町。 旧都合地町を境に上流部を大田郷にちなんで、田川、下流部を佐藤郡にちなんで、佐藤川と呼称していた。その後水運の発達で、家けより周運航路が整備され河川の統一呼称が必要となり、1792年、完成4年に現在の大田川に呼称が統一れた。大田川流域の開発は、下流部の干拓工事より始まる。 中国七カ国、秋、貧乏、諏王、長戸、岩見、出雲、備中を制圧した、毛利元成の着村、毛利輝元は、鎌倉以来毛利次第大の本拠であった、吉田群城、秋高田市から、佐藤群後が里の大田川川口部に新城閣を、築造し本拠とした。1589年、天正十七年より十年をかけて建設された、広島城は、 豊臣秀吉の大阪城、樹落台を参考に建設された城郭、大田川を天然の水豪とした要塞であった。だが、土地は低湿地帯にあって、不審奉行である、保田元清、元なり四つ浦は埋め立て工事に苦心している。加えら式、現在の気候式にあたるの頃に、広島の地名が定まったと言われている。 広島城官制の翌年1600年、慶長5年、関ヶ原の戦いが勃発した。五大老の一員で最国の旗頭でもあった。輝元は武行、石田三成の養成を受け大阪城に入城。西軍総大将につき徳川家康に敵対した。義兄弟のちぎりを結んでいたはずの輝元が敵対したことに対する家康の怒りは激しく。 全領地没収を考慮したが、東軍に内容した、吉川博家、照本のいとこの必死単眼により海域は免れた。だが、巣を長と二カ国に原報され完成したばかりの、広島城を明け渡す羽目に陥った。毛利氏の後には、関ヶ原で東軍の先鋒として、先行一印しかった、福島正則が、秋、ビンゴ四十九万八千国の大使として入法した。も、 大田川三角州の整備と干拓を推進したが、城下を横断する城北側の締め切りと築堤を行い、広島城下の整備と洪水対策を実施したが、1617年、現那3年、大田川が氾濫し広島城が破損した。城下区の無断修築は、武家諸法度違反に当たるため、生息は、本田正摘を通じて、修築願いを出すが幕府からの沙汰がなく、 痺れを切らした生息は独断で集築を開始した。これが幕府の金に触れ、二大将軍、徳川秀忠は、品の子犬4万国への大幅な減点法を命じた。背景には、戸山大名に対する幕府の抑制策の格好の標的として、豊臣市に極めて恩子の情が扱った生息を除くために、広島城集築強化を出さなかったとも言われている。 福島市海域後は、伊和鹿山より、浅野長明が四十二万国で入宝、広島藩主となった。以後浅野市が、幕末までこの地を支配することになる。広島藩は、木綿等の特産物を有していたが、鉄も有力な特産物であった。大高和上流部は、砂鉄の有力な生産地で、として、藩政初期の貴重な財源であった。 当時の砂鉄採取は、神ナ流しと呼ばれる古典的方式であった。だがこの方式は、下流に大量の土砂を排出するため大差が進行し水害の原因ともなった。広島藩も、大田川の治水、特に城下町からの洪水防御には注力し、石枠、水性といった五岸工事を、元安川沿岸に建設した。特に、旧大田川、本川、 京橋川分流店に建設された一本木花の水は大規模なもので現在でも保存されている。またデルタ地帯の干拓は神殿開発の奨励に伴いさらに進められ、1785年、京方20年には干拓に伴い671ヘクタールの神殿検知が行われている。こうしたデルタ地帯の開拓は明治期まで進み、大田川、元、 安川、京橋川、沿江川、天馬川、山手川、福島川の七河川が形成された。こうした、新田開発に伴い灌漑用水の整備も行われるようになった。安北郡を打潮昇屋であった、マルコ一郎兵衛は、大田川から用水を改作して安定した水運用を計画した。その後、マルコ一兵衛は、父の計画を実行に移すため班長に、 許可願いを申請したが認可が下りず、7年後の1655年、明暦元年より、改作が始まった。口、田村の友竹聖地理産地点、現、広島市朝木田区に、高瀬遺跡を設け、そこより、幅2メートル、全長42キロメートルに及ぶ、用水路を建設した。この小田忠用水は3年の歳月をかけて1657年。 明暦三年に完成し流域潤したが一米は死を覚悟しながら事業を進め、広四重神社境内に首棚を設置し、事業失敗時には自粉した首を乗せるように命じたという。一方1767年、教法三年には西原村の昭屋である貨幣が用水路計画を立ち上げ、翌1768年、教法四年四月より工事を開始した。 このヤギ用水は実に25日間という、極めて短時間で改作がなされたものである。現在は、施設が開廃された部分があるものの、療養水路とも現役で共用されている。明治時代以降の大田川の河川開発であるが、明治時代は1898年、明治31年に大田川を水源に、広島市浄水道事業が開始され、 日本で5年目の近代水道事業が施行された以外は目立った事業は施されなかったが、甚大な被害をもたらした水害も起きなかった。だが、大正時代に入ると1917年、大正8年1923年、大正12年1926年、大正15年と大田川が氾濫を起こし、河川改修の必要性が住民から叫ばれるようになった。 1932年、昭和7年に内務省は大田川下水改修事業計画を立案。この中で大田川7河川のうち西側の山手川、福島川の2河川を利用した大田川放水路改策が計画された。だが、治水事業は折からの戦争激化に伴い予算が縮小され、1944年、昭和19年には放水路建設は中断された。 この関広島市は1942年、昭和17年の巣オー台風で1159個が高潮で全壊。1943年、昭和18年には、梅雨前線後を追う6月と台風26号、9月が連続して襲来。特に9月の台風は、過去最高の出水を記録し11,545個が浸水。さらに海岸部では高潮により、 船舶の沈没、流出が16,128隻という甚大な被害を与えた。さらに1945年、昭和20年8月、人類史上最悪の戦争被害、原爆投下があり、翌9月には枕崎台風を襲い、広島県内だけで2012人が死亡すると、相次いで災害、戦災が襲い、広島市は壊滅に等しい被害を受けた。 日本では明治に入り発電所が作られ始め、明治20年代1888から1897には各地で出力 5kW から 750kW の水力発電所が作られた。広島県における水力発電所は1899年、明治32年の黒瀬川の高発電所 750kW が初のものである。 なお、中国電力管内で稼働中の最古の発電所は1907年、明治40年に発電を開始した旗川の川地発電所2 0 0ットである。大高は水系における水力発電は1902年、明治35年に山形郡掛け町で支流洋路川で始まった水力発電5キロワットが初めてのもので、ついで1912年。 明治45年7月8日には当時としては大規模な2 1 0 0ットの亀山発電所昭和48年廃止が竣工した1925年大正14年には出力2 4 5 0 0ットのダム水路式の間の平発電所が竣工し1935年昭和10年には滝山側にオパクダムが1939年昭和14年には 大高は元川に縦岩ダム、宇つな市発電所2 3 6 0 0ットが完成した。特に縦岩ダムは戦前では7番目に包み高が高いダムであり、大高は水系の電源開発は広島が軍事都市であこともあり急速に進められた。1944年までに他5カ所の水力発電所が建設された。1944年、 昭和19年の喪失力は10万3 5 0 0ットで現在、平成13年の純水力発電の40%ほどであった。相次ぐ豪雨、台風災害と原爆投下によって再起不能に限りなく近い打撃を受けた広島市であったが、市民はくじけることなく再起に向けて歩みを始めた。こうした中で建設が中断していた。 大田川放水路は1946年、昭和21年に建設再開に向けた準備を始めた。これには、大田川地水規制同盟会を結成した広島市民による再開要望があったためである。だが、直ちに工事再開が行われたわけではなかった。一点を余儀なくされる、広島市民の中には放水路建設事業に反対する意見もあったからである。 そもそも放水路建設が計画された背景には、急に本陸軍、海軍の強力な要望もあった。軍の影響力が極めて強かった戦前では、用地取得もほぼ強制的に行われ、移転に対する大会交流保障は到底住民の満足するものではなく、軍の強制による移転には納得できないという理由から建設再開に反対する動きが活発化した。また、 放水路建設よりも広島市全体の復興が先決であるとの意見もあり、建設に対する賛否両論が渦巻き建設省、現国土交通省中国地方整備局による調停は1951年、昭和26年まで5年もかけ方。だが、結局は建設再開に落ち着き、改作は再開された。1961年、昭和36年からは放水路の 洪水調節機能を左右するようとなる、稼働石の建設が、大田川、放水路分流点で始まり、放水路起点には、気温水門、大田川には、大柴水門が建設された。こうした、施設の建設も進み、1965年、昭和40年通水に成功し、周辺施設整備も、含め事業開始から36年目の1967年、 昭和42年にすべて完成した。放水路の完成以後も、幾度か豪雨が流域を襲ったが、広島市中心部は水害の被害をほとんど免れており、現在でもその洪水調節機能を遺憾なく発揮し100万都市を水害から守っている。水力発電では、戦後復旧と電化時代到来とともに、昭和30年代には5万4 5 0 0ットの 滝山川発電所の第4カ所の水力発電所が建設され、昭和51年には、大田川水系では、最大62万キロワットの南原発電所が、竣工した。2012年の時点で15カ所の水力発電所が、稼働しており、創出力は87万5800キロワットであり、これは、中国地方の最大需要電力の7.3%に、相当する。 広島県の2010年の総電力需要の推計値は27,493メガキロワットアワーで875,800キロワットの出力による年間供給電力理論値は28%に相当する。参考までに島根原子力発電所の2号機の定格出力は82万キロワット計画中の上野関原子力発電所の一原子炉の 計画出力は137万3 0 0 0ットで、ある。ただし出力が最大である62万 kW の、南原発電所は、溶水式であり、島根原子力発電所との余剰電力に依存している。放水路完成により放水路が、大田川本川となり、急流路は、旧大田川と故障が変更となった。また7本あった、デルタ地帯の河川も6本、大田川放水路。 旧大田川、元、安川、天馬川、京橋川、沿江川と成田。1965年、大田川水系は一級水系に指定され、川口から 21.5km 地点までの大田川本川と旧大田川、元、安川、天馬川は建設省直轄管理河川となった。一方海岸地帯の高潮対策であるが、スオーナダ台風。 1942年、台風26号、1943年が、戦前では、最大の高潮被害を与えたが、戦後も、ルース台風や、東山ル台風等で、宇じなこ沿岸地帯は、高潮被害を受け、建設省や広島県、広島市等は1959年、昭和34年の伊勢湾台風を機に、低地高調対策の必要性を鑑み、 1969年、昭和44年により、広島湾校長対策事業を共同で着手した。校長堤、河川堤防の築堤や傘上げが主なものであるが、大田川、旧大田川、元、安川、天間川は建設省直轄事業、京橋川、沿江川は広島県補助事業としてそれぞれ実施された。この高潮対策事業は現在でも進行中である。 こうして下流部の治水事業は整備が進行したが、上流部の治水整備は手つかずに近い状態であった。この中で1972年、昭和47年7月に発生した、梅雨前線豪雨、昭和47年7月豪雨は、上流部に甚な被害を与えた。これを受け建設省は、大高は本流 73.8km 地点、山形郡秋太田町。 旧山形郡筒賀村と滝山川大田川合流点より 4.9km 上流までを直轄管理区間に拡大、築堤や護岸整備等で未回収地点を改良する一方、1975年昭和50年に大田川水系工事実施基本計画を改定しこの中で従来までは計画に盛り込まれなった多目的ダムによる洪水調節が 事業に組み込まれた。こうして、滝山川上流部に、大田川水系発の多目的ダムであるオニーダムが1977年、昭和52年より計画され、反対運動等の試練を乗り越え地域住民の納得を受けて2002年、平成14年3月に完成した。ダムは、観光拠点として賑わう一方、2005年、平成17年の豪雨においても放水路道との、 連携により、流域での水害を防いだ。利水に関しては、戦前、戦後を通して、広島市は人口が増加の一途をたどり、中国地方最大の都市に成長した。だが、人口の増加は、水需要の逼迫を生んだ。すでに、広島市は1898年、明治31年に、近代水道事業の整備を済ませていたが、 人口の急増に整備拡張が追いつかなかった。これに加え、瀬戸内海気候であるがゆえに、水不足が頻発する地域でもあった。このために総合的な水資源施設整備が急がれた。建設省は、広島市、呉市、竹原市及び島所部、現在の江田島市島への上水道供給のために、大田川のみならず、中国最大の大河、中国太郎河の川からも、 水源を確保する方針を立てた。これにより建設されたのが、郷の川本川の端ダムで、長谷ダムから中国山地を貫く導水トンネルで、中国電力、壁発電所に送水。送水した水は、大田川へ放流し、取水することになった。取水地点に選定されたのは、小田忠溶水の取水口である高瀬遺跡の直上流部分であった。建設省は、 固定関である遺跡を稼働関に改造する計画を1970年、昭和45年に着手した。これが高瀬関であり、長瀬ダムと共に1975年完成した。これにより、広島県南部地域の水源として、上水道、工業用水、灌外用水の供給を行い地域の水需要に応えている。水力発電に関しては、戦後も、 大高和上流域にダム式発電所の建設が中国電力によって進められた。1957年、昭和32年、芝木川にタルトコダム、芝木川第一発電所24000キロワット、1959年には大パクダムかさ上げによる発電能力増強、滝山川発電所51.500キロワットが相次いで建設されたが、 電力需要の増加に伴い1971年、昭和46年には、南原発電所の建設が開始れている。これは、南原川とその支流の明神川に南原ダムと明神ダムを建設、両ダムによってできた貯水池を利用して溶水発電を行うもので1976年、昭和51年7月に完成した。この南原発電所は、 最大出力62万キロワットと中国地方の水力発電所は、またの川発電所、鳥取県、岡山県の120万キロワットに次ぐ規模である。1975年には、壁発電所3万8000キロワットが建設されたが、これは、長谷ダムより、豪の川の水を導水した水の一部を使い発電を行うものである。壁発電所は、 水需要の確保においても極めて重要な位置を占めるが放流した発電用水を逆調整するために高瀬関も利用している。中国電力の大高水系における発電所は利水や地水に関しても連携した対応を行っており、大高川発電所の放流水はヤギ用水の水源として利用されているほか、大パクダムは 下流の温井ダムと連携して2005年の水害において洪水調節に威力を発揮している。大田川水系では現在新規で事業が行われている治水、利水施設はない。他の水系に見られるような公共事業見直しに絡む。問題は、三崎側の左支線である関川に広島県が計画していた補助治水ダム事業、関川治水ダム計画、重力式、 コンクリートダム。包み高62.0メートルが建設中止となっている。また、1975年の大高和水系工事実施基本計画において、温井ダムと共に事業計画がなされていた大田本川の吉和郷ダム旧都合地町大和吉和郷付近に予定は、その後計画自体が立ち消えとなってしまっている。理由は不詳でありがた式などダムの基本情報も、 不明である。開発と自然保護の関わりについては、高瀬関の魚類影響調査が現在進行型で検討を行っている。一支流、二分流、三本流、大高は水系における河川開発は、明治末より始まった水力発電に遡る。現在では中国電力株式会社によって、大高輪元川を、はじめ主要な支線である滝山川、 芝木川等に発電専用ダムが建設された。特に、南原川流域には、中国地方の水力発電施設では2番目の、最大出力を誇る南原発電所、南原ダム、明神ダムが建設されている。治水、離水施設については、江戸時代に、ヤギ用水や小田忠用水が開作されたが、小田忠用水の取水口である高瀬遺跡が、 建設された程度であった。地水では、昭和初期に大田川放水路の建設が開始され、完成後は、大田川本川となった。離水では、高瀬遺跡を改築して高瀬関が建設されたほか、特定多目的ダムとして滝山川に、温井ダムが建設された。特定多目的ダム法に基づく施設は、この2施設だけである。なお、広島市等の水源確保を行うため、豪ノ川からも、 導水されており、水系の利水を考える上で、恥ダムの存在を欠かすことはできない。他の水系と大きく異なるのは、水系内で農林水産省による国営土地改良事業が行われていないことであり、これにより、大田川水系では農林水産省直轄ダムが一つも建設されていない。大田川水系では1902年、明治35年以降、 大小様々な水力発電所が建設されてきた。1951年の中国電力発足に、伴い既存の施設の大半は、中国電力の所有となった。以下の水力発電所は、中国電力の管轄にある、またはあった水力発電所である。所在地のうちで町と表示があるものは、山形郡、区と表示があるものは、広島市である。 昭和50年に発電を開始した壁発電所は、地理的には大高川水系内にあるが、水源は豪の川の端ダムからのものである。以上の中国電力の発電所のほか、明治より電力事業者以外により小規模発電所も建設されてきた。以下、発電開始年、施設名、出力、設置者大田川水系以外のものを含めこのような小規模発電所は、 広島県内に30箇所ある。以下、下流、広島デルタから記載。国イコール国指定、県イコール県指定、特イコール特別、河川名の記述は、視線のもの、記述のないものは、本流沿いである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。